おはようございます。今日は3月の9日イサミリヘアのライブ配信を開始いたしました。今日はちょっと思考を変えて、やってみたいと思います。外側にカメラを1台置いておいて、もう1台を自分のうちのカメラ、それでこのカメラを4台利用してみたいと思います。実際こちらの方もスイッチングを行いました。で、オートにしまして、こちらの方はカメラが1、2、3、4台ですかね。150というカメラが入っております。で、音声の方は2つ撮っております。マイクの方とピンマイクということで撮っております。で、これからですね、私外の方に出ていきまして、それで映像を私のお話をしたいと思います。今時刻は10時16分でございますね。それではちょっとこのスタジオからは席を外します。それで、ワイヤレスマイク使ってますんで、結構どういうところでも、音を拾うことができるかと思うんですけれども、今玄関を出まして、はい、こういう感じで今日は収録したいと思います。これが私の業務用のカメラですね。 Z150 ソニーです。いいカメラですよ。で、一応4カメの方で、こちらの方も入っておる、映像は映ってるかと思うんですよね。で、これが SDI のケーブルです。 SDI で収録しております。ちょっとこちらの方カメラ見ますと、これが話をしたいと思うんですけれども、顔だけかな、ちょっとどういう具合でしょうか。室内の向こうでもカメラ上がりますんで、ここはですね向こうのカメラにも映ってるよということで、それで今日は風がちょっと強いですね。はい、これが私の会社のドルフィン攻撃ですね。で、まあ私の家の前からですね、高尾山がはっきりと見えます。高尾山の見えるところに私は住んでおります。で、ちょっと落ち着きませんけれども私は1947年に生まれました。で、茨城県で生まれて、そして、ビデオというか中学時代写真クラブに入っておりまして、映像を撮るということについてはその頃から兄からカメラを譲り受けまして、そのカメラを持って、映像を撮っておると。まあ、それからずっと、写真ですけれども、でヨーロッパの学校に行きまして、そこで、初めて、いわゆるサイレントムービーというやつを見ました。チャップリンの、それが1949年ですかね。ですから、オリンピックは1945年ですから、4年後に私は東京オリンピックを、その時は高校生だったんで、それを見まして、世界を見てみたいということで、ヨーロッパにロシア経由で出かけました。
ども、これは去年の7月1日に私ヨドバシカメラで購入いたしました。このルミックス、まあ、GH4 を持ってましたんで、この S5 Mark II X といういわゆるレンズの素子が大きいわけですよね。4分の3から1なんていうんですか、そのセンサーのサイズがフルになったと、フルセンサーになったということで、マイクロフォーサーズからですけれども、一室をスタジオとして使っておるぞ。まあ向こうの部屋にカメラ1台置いてありますけれども、外はちょっと寒いですね。皆さん、この中夜でございますけれども、まあ、10分くらいで話しておけば、一応、まあ、ひょっとすると、あれは聞いてなかった？マクロは。マクロ聞いてない？聞いてるかと思いましたけど、聞いてませんでしたんで、ただ一応ですね、ATEM Mini Pro ISO は4カメ録画できておりますんで、その録画しているものを使えば使えるかなという気もします。それではちょっと長時間にわたりましたけれども、今日のライブ配信はこれで終了させていただきます。